はい、どうもこんにちは、たっかきっちです。さあ、モンスターバトルロード間もなく終わりなんですが、見てくださいねえ。最初動画撮った時人あふれんばかりにいたけど、最終日に近くなるとこんなガラガラになってますよ。はい、ということで今回ちょっと質問がすごい多かった、質問箱でもあって、まあ、バッジ交換券、まあ、20は分かったんだけど、以前ね動画出したからちょっと金以下のさ、バッジ何交換した方がいいのっていう質問があったので、まず先にねそれをちょっとね答えたいと思います。まあ、正直ね今回ね銅銀金、これねモーモンかバイキングソウルを交換するのがすごいおすすめとなっております。個人的にね、うん、まあ何でも思うかというと、このモモリオンだよね、とにかくモーモン金8個いるということで、モーモン金でバイキングソウルはこのねレイジバルス、まあ前回もね説明したんですけど、レイジバルスでアスバル作るのにバイキングソウルかなり枚数これも必要となっておりますので、もう困ったらまあ、アスバルとかレイジバルスとかモモリオンを作った方は、まあ、別のやつね、交換するといいと思うんですけど、このまだねレイジバルス、モモリオン、アスバルが作ってないよっていう方はモーモン、バイキングソウル交換してください。もしくは、このズーボーにね交換するのもありと思います。結構ね、ズーボーね、使うんですよね、ズーボーくん。まあ、ズーボー光作るのも必要だし、このズーボー光を使って、黄金のパラディン光も作ることができるので、まあ、なので、ズーボー系にね、使うのもね、割とありなんじゃないかなとは思います。と、バッチおすすめ交換系の話はここまでにして、まあ、今日は、まあ、割かしね、皆さん、こういったね装備をもう変えることができたんではないでしょうか。じゃああとは一攫千金のビクトリーボックスに交換していこう。さあビクトリーボックスで一攫千金をねしようっていうね方がいるとは思います。僕もね夢見て引いてるんですけど、まあ僕も以前動画を出して、まあ、130個開けたんですが、まあその後ね、まあ何回か交換して、まあ合計250個ぐらい開けたのかな。まあせいぜい良くて、交換券だったもんね、虹の。まあでも虹って結構当たりな方だよね。はい、残念ながら、あの噂のプリズムか当たるらしいね。ツイッターでなんか文字だけプリズムカー当たったっていうのは見たことはあるんだけど、まあ実際ね写真を見たわけじゃないからちょっとわかんないんだけど、まあプリズムカーが当たるっていう声はねちらほら聞いてましたよね。でマイタウン、今回マイタウン全然ないよね。そんなうわマイタウン当たったとかっていう声が上がってないので、マイタウンねえんじゃねえか、全然夢もないなって思ってたとこなんですが、まあそんなね皆さんもそう思いながら当たらない人も中にはいると思います。でなんと今回実は1000個ビクトリーボックスを開けた方がいるんです。はい、我がルーム主のリーダーのアクト2さんがめっちゃ長時間かけてなんと1000個開けました。はい、今日の動画はあれですか、たかきっちゃん自身じゃなくて、そうなんです、まあたりき本願なんですが、はい、すいません、アクト2さんデータありがとうございます。さあそんなアクト2さんのね1000個のデータをね今からちょっと見ていただきたいと思います。わーい、プリズム1000個開けたんなら1個ぐらい当たってるよね、楽しみだな、マイタウンはどうなのかなって思ってる方、はい、まあこのねデータをまず見てください。はい、こんな感じになっております。ドドン、はい、まあこれをちょっと一発僕見てすごくびっくりしたのが、バトルロードコイン3000枚以上上があるっていうのが素直にびっくりした。え、3000枚、5000枚、7500枚、1万枚なんて出るのって思った。250個引いて、まあゼロ、まあでも確率もあるのか、
1% だよね、バトルロードコイン1万枚。7500枚のが確率低いっていうのがね、まあびっくりしたけど、まああくまでも確率ですけどね。で、やっぱり、これを見ると、福引券、まあ、4枚までと1400枚、バトルロードコイン1400枚までが、割かし出やすくなってるんだね。なので、福引券10、15、20とか、バトルロードコイン3000枚、5000枚、7500枚、1万枚当たった方っていうのは結構、まあ、ラッキーっちゃラッキーなんだね。まあ、その中で、まあ、バトルロードの交換券虹なんですけど、僕250枚引いて、1回しか当たってないんだよね。なので、僕の中の体感が、もう本当に、一等とか福引き一等当てる確率ぐらいなのかなと思ったら、割かしバッジ交換券 1.4% と確率が高かったのがちょっとびっくりしたな。あれ高木ちゃん、この中で、あの二つがないんですけど、例のもの。そうなんですよ。僕もびっくりした。うん。プリズムカーと、やっぱマイタウンは出ないんだなっていうのは気持ちはあったんだけど、プリズムカーも相当の確率みたいですね、これを見てると。やっぱりでもこれを見ると、金策をもししたいんであれば、このバトルロード、ビクトリーボックスに変えるよりは、素直にハッピーハートに交換して、これをね、売ってった方がね、儲かるんではないでしょうか。まあ、今回のビクトリーボックスって、バッジ交換券の光とか虹を、当てたい人が、まあ、交換した方がいいよね。あとは、ま、身代わりコインもなかなか美味しいのかな。福引券も中には、まあ、少ない方がいると思うんですけど、正直最近のあの、運営さんのやらかしで、まあ、福引券余ってるって方は多いと思うので、そこまで僕自身もね、福引券当たって、うわ、嬉しいとは思わなかったしね。この中で一番当たって嬉しかったのは、バッジ交換券虹と光だよね。まあ、金とかもね、まあ、まあ、揃ってない方はね、嬉しいとは思うんだけど、なので、ね、まあ、金策とかを地道に、バトルロードでしたいっていうんであれば、まあ、一攫千金はもう正直ね、狙いづらいかもしれないよね、この確率を見ると。まあ、なので、金策をしたい方は、ハッピーハートを、まあ、コツコツ交換して、これを見せ売りしてった方が、まあ、一回につき、1万5000だよね。で、しかも、ビクトリーボックスと同じ、レートで交換できるので、金策をしたいなら、ハッピーハートにね、地道に交換してやってった方が得なんではないんでしょうか。バトルロードをね、最後の最後の日までね、楽しみながら、プラスアルファ、検索したいんだっていう方はね、まあ頑張ってね、ハッピーハートを交換してってください。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。